チームがでかい。おはようございます。お前だけか。ヒナはどうした？退職されました。お父様のご意向で。何？おや、言ってませんでした？ヒナの曽祖父は HM の創立者です。娘は可愛いのでしょうね。もうこんな部署には用はないと。ああ、それと今日から新人が来ます。新たにメンバーに加わるのは5人。とても息のいい奴らだそうです。これからどうする？まずは本部の指示待ちです。あ、動かせるかな。はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、スコバース鎌首と申します。海将校軍、続きをやっていきます。パート16かな、 15?16? どちら、多分16だったと思う。はい、ということでよろしくお願いします。ちょっとひなちゃんが辞めちゃったというちょっと衝撃の事実もあります。そして新人が5人来ると。すいません、少し一人にしてください。やっぱこの人の考え、自分の考えが本当に正しかったのかっていうのはあるのかな。やっぱその菊川警察署っていうのを辞めちゃって、なんだったっけ、 HM の一ねグループとしてっていうの。この様子や、俺もお払い箱だな。で、あ、このシーンか。この怒られたやつやな。もう、ヒムランクさんなんか大嫌いですって。俺も、ここらで退場だ。ヒムロックやめないでほしいな。まだまだ好きだっていう人たちたくさんいるんやから、もう。で、これが新人たち？このね、コック帽みたいな被ったやつ。で、これはあれかな？給仕係かな？ホール係。新入りか。どうした？総入れ替えです。うわぁ。あれやな。人事異動やな。HM。いや。やつはもともとネクタールの。くそ、そういうことか。やられたの？ヘイヘイヘイ。マジでどうなっていくんやろ、この菊川警察署が。どうした？日村さん、交通課に移動になります。あれなのか、路中してる車とか、早いサプサプって、こう、超書かなあかんのか。まったく。こんな俺にチョークを書かせやがってって、ね、いや、中勤されるのが好きかみたいな感じなんの？そうか。あんな部署、日室さんには似合いませんよ。これからよろしくお願いします。軽いやっちゃで、まあ、なあ、よろしくお願いしますって。もう天下の日室さんだぜ、相手は。落ち込むよね。特務課やったのに。ああ、そして、仲間たちが。おう！誰揃って、どうした？どうもこうもねえよ。事件の進展を聞きたくてな。ずいぶん落ち込んでるな。笑ってくれ。ついに別の部署に飛ばされることになった。マジか！いや、笑ってるよ、笑ってる。本当に笑うやつがあるか。お前やな、何やらかしたんだ。別に、もう用済みだそうだ。ヒムロン、話は聞いている。くだらぬ派閥争いなど付き合うな。これからも計算ずらしく、結果、ああ、言いずれ言えなかった。ああ、長川から頼まれてきた。ばらまかれた会の残りの一つ、お前の最後の仕事だそうだ。やるかやらないか、お前の自由だそうだぜ。どうすんの？よし！
一応俺らが体張ってやるからね。暇でな、遠慮するな。すまない。仲間っていいよね。力を貸してくれ。俺はこのままじゃ終われない。仲間っていいよね。こういう時に困った時があった時にね、寄り添ってくれる仲間がいるっていいよね。私にはいない。あ、そしてこのノリノリ車、3人で車に出すのも久しぶりだな。よし、張り切っていくぜ。いいか、くれぐれも先走るなよ。心配するな、こいつは俺が見張っておく。分かってるって、昔のこと忘れようぜな。では翔太、詳細を頼む。長尾の話をまとめるぞ。ネクタルの事件によってヤバい怪異が呼び寄せられた。そして取り憑かれた人間がいる。王さんも神主も霊能力者さえダメだった。残るはトムクムか、いやお前だけが頼みだ。一地帯ではなく個人か。ああ、ターゲットはそいつだけだ。これまで例の例外なのはそいつ自身が生きた人間であること。確かに特殊だな。場所はどこだ。高級住宅街にある塀で囲まれたでかい豪邸だ。あれかな、白金台とかかな。数日前ひなちゃんと高木が下見にいたそうだぜ。ああ、この二人か。ああ、顔を傷ってるぞ。本気で。ああ、ここの息子は完全にイカれたって。イカれたって止めるのは、越中さんだ。どうだった？相当やばかった。複数の人霊が怨念をつなぎにしてて、融合したようなものだった。なるほど、カンカンダラとはまた違うな。違う感じなのかな。人と人がつながってるって感じなのかな。いや、なんかムカデ人間みたいな感じになってるところなのかな。やべえ、寒気がしてきた。話によるとそいつは長いこと生き物じゃなくて物についていたらしい。その男につく前によりしろ、つまり本体があったらしいのだが、それが消滅してて手も血がないとのことだ。結局は腕ずくで消し去るしかないということか。ああ、だから気をつけろ。敵は融合体ゆえ、消滅させても周りに拡散する恐れがある。だからこそ完全に消し去るのさ。逃げられないように封鎖して、勝敗つくまできっちりな。まあでもこの3人はどうなんだろうね。ヒムロックのそのレイガンの力で除霊できたらいいものだけども、どんな感じに来るかな。前回の、廃墟の、廃墟か。のところでも、なかなかに苦労したからな。ここか。家のものはすでに避難してある。この家に残っているのは、怪異に取り憑かれた人間だけだ。事前にひなちゃんが何重にも霊的に閉鎖している。いわば隔離状態さ。超危険な病原菌を保有する人間を一つの部屋に閉じ込める的な。ちょっと今まさにちょっとこう近いちょっとご時世になっちゃってるので、まあこの会が作られてる時はそんなことはなかったんですけどね。ターゲットの部屋は、ああ、2階だ。相当ひどいらしいぞ。一日中天井見上げて何やらブツブツつぶやいてるそうだな。つぶやいつかバズらないかなと思いながらかな。会を滅するのは当然だが、その被害者を一刻も早く救出しないとな。あ、終わせるかな。よっしゃ、行きますか。その前にセーブしとこう。いつ何が起きてもわからんからね。さあ、この広い豪邸の、お？よし、ここからは俺が一人行く。本当に大丈夫か？余計な心配はするな。すぐに戻るさ。キムロン、確認しておくぞ。ターゲットに接触する前に事前に家の内部を把握しておけ。この家はこれから戦場になる。
逃げるルート、隠れる場所などを下調べして頭に叩き込むんだ。怪我をしたら戻ってこい。救急パックで手当てしてやる。布亀やな。ああ。怪異の反応が確認できたら、こいつの出番だ。ん？これを使えば怪異の出す周波数をキャッチして、常にそいつの居場所を画面で確認できる。敵の居場所を知りたいときは有効活用するといい。不意を突くには持ってこいだ。ああ、了解した。セーブ推奨。まあ、ついさっきセーブしました。とはいえ、もう一回セーブをする。で、データを解析するって出るけど。ああ、なるほど。発信機を使って敵の位置をお前に伝えることもできる。有効利用するんだな。ああ、手当てはいいや。無茶すんなよ。よし、じゃあ行ってこう。うんうん。玄関ね。車庫。ね。ガレージですな。俗に言うし、ザ・ガレージ。でも、寿司のネタにするとなかなかにうまい、シャコ。ね。で、佐々木健介の奥さん、北斗晶さんも別名、それはチャコやな。チャコちゃーで。なんだよ、健介ってね。ここは危険だな。で、ここ今、隠れるとこあったね。で、今、そこは確認しよう。おいっけーな。お、地図持っていこう。いい地図を持っていきます。で、つなぎ廊下があって。気になるものはない。これも隠れ場所やな。陽動に使えそうだって言ってるな。とりあえず、一旦出て、ちょっとセーブさせてくださーい。で、地図をスキャンしてと。これで敵の居場所を常に把握できるな。ターゲットを接触する必要がある。そっか。で、結局2階に行かなあかんのか。で、これは中庭か。で、西廊下のサイドテーブルがあって、トイレか。うわぁ、なんか血まみれになってるよ。ここがリビングに繋がってるわけか。じゃあ、両方ともリビングに繋がっとるんやな。オッケーオッケー。で、中庭に出て、ここが、東廊下か。お座敷。和室部屋があっての、台所ね。音で誘導するのは危険だな。大きなテレビがある。コーヒーセット。がありますと。こっち行くと、やっぱリビングか。こっちはいけないね。いやー、相手どんな感じなんだろう。どういう感じに攻めてくるのかな。さあ、ターゲットと接触する。行くか。いた。あいつか。部屋の中ポロポロやな。おい、意識はあるか。怪異に取り憑かれた人間とはいえ、こいつ自身が悪霊のそれに近いな。ヒムロック？くっ。キモ？おお！
やれやれ、骨が折れそうだ。ヒムロ、ターゲットが動いたぞ。奴の居場所を知りたいときは通信機器を使え。そちらに情報伝える。おい、じゃあ通信、これか。ターゲットはリビングにいるぞ。はーい。ってことは、びっくりした。俺が持ってるからか。いないな。え、リビングに言ってたよな。中にはいるぜ、用心しろよ。わかった。おお、いたいたいた。もう一回。西の奥にいるぜ、用心しろよ。はい。次どこ？ターゲットはトイレにいるぞ。はーい。あ、来てる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 。ターゲットは西廊下にいるぞ。はい。え？ってことは、風呂場にいるぜーか。まだ風呂場にいるか。やべ。バレた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 。いやー、いやー、早っ。おお。よっしゃ、逃げれた。玄関痛いわ。とか撃てなかった。つなぎろうか。どこや、それが。どうかってのはどこや。物置にいるぜか。これ戦い、あ、ここか。おっと、危ね。だからもう不意打ちさせるしかないのか。東廊下にいるぜ、急用心しろよ。はい、中庭行こう。台所にいる。いた。クリティカル！よっしゃー！おー、怖っ！痛い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 。そう、はえぇ！なんだ、おまけだ？ちょっと一回、ちょっと回復させて。布紙の救急箱をよろしく。ちょ。目の前に、俺は目の前にいるわい。手をするわ。はい、頼まーす。マックスゲイ！ Thank you。解析しよう。今、この辺りにいるってことか。よし。どこ？つなぎ廊下にいる。ってこと、近いな。東廊下にいるぜ、用心しろよ。オッケー。じゃあ、この辺に待っとけばいるんじゃないかな。離れた。台所か。こっちやった気がする。いなかった。和室にいるな、多分。
よっしゃー、いやー、そっちから来るんかい。なんやそれ、もういやー、で、こっち曲がって、だー、死んでもうたー、クソ、鬼発当てたのに。よし、じゃあ行きますか。え、できないの、セーブ。厳しい。いや、地図は持ってる持ってる。地図は持っとんねん。うん、それをセットするの忘れとった。じゃあここでセーブできる？へい。へい。あ、できた。よかった。どこにいます？リビングか。よし。よっしゃ、クリティカル！痛い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 。2回食らっちゃったよ、くそー！すぐ反応しろよ、俺。よいしょ。もうこれ回復していかないとな。いないね。とりあえず一発クリティカル当てた。すいません、布紙お願いします。 Thank you。 リビングか。オッケー。あ、バレたー。くそー。うふう。今の避け方うめえ俺。ああ、もう一回回復させー。くそ、一発当ててから、なあ、ああいう風にしたかったな。さあ、どこ？つなぎ廊下。確かここやったっけ。あ、ちょっと待って。ちょっと。こうだ。よっしゃー。あ、ここ入らへんの。セーブしときゃよかったー。